皆さんこんにちは。2030年10月31日までにですね、世界国連加盟国193カ国、これをすべて回る予定でいるリオです。はい。で、今回紹介するのがですね、南アフリカボツワナ共和国のチャベです。はい。はい。でですね、このボツワナのチャベをですね訪問したのが2017年の7月です。はい。でちょっとですねこれが南アフリカの地図ですが、ここに南アフリカがあってですね、でここにナミビア、ナミブ砂漠っていうのがあります。でこちらにですね海沿いにあるちょっと大きな国がモザンビークで、その脇にですねこのジンバブエで、このジンバブエとその北にザンビアで、このジンバブエとザンビアのですねちょうど国境沿いにビクトリアの滝っていうのがあります。でそこからですね、距離的にそんな遠くないんですが、ボツワナという国があってですね、そこにチャベとか言ってます。これチョベって書いてますね。の国立公園があると。はい。というこんな感じです。はい。でこのチョベですね。そのジンバブエから車でちょっと移動したんですが、まあはい。街はこの華やかなですね、やっぱこう動物が多いってことで、動物目当ての観光客が多くて、こういった車が走っててですね、はい。でついてですね、ちょっと夕方前からですねボートサファリっていうのと、で早朝のそのゲームサファリっていうのがあって、それに参加しました。でこのボートサファリはですね、現地の女の子が3人参加したんですがこの一番ちっちゃい子がですね残念ながら途中で泣き出して、ちょっと参加しなかったと。はい、で残りの2人の子はですねその日本のガイドブックが珍しくて、これをずっと見てました。はい、でボートサファリはですねこんな感じでガイドがいてですね、で、ここでいろいろ説明をしながら、この対岸をいろいろ見て回るというような形です。はい、でカバとかワニとかですね、で、このカバですね。であとここ象が多くて、象の楽園って言われてるみたいですね。で、象がいたところにいて、で象って泳ぐんですね。はい、そういった光景とか見れて、非常に面白かったかなと。でいろんなそのボートがあってですね、こういった形の対岸に近づいて、そこで写真撮ったりとかっていう形で、結構楽しめるものでした。はい。でこのサファリですねだんだんこう回ってるうちにだんだん日が暮れてくるんですが、その時の景色というのが非常に綺麗でですね、これも非常に面白かったです。はい、で今度はですねこれ早朝なんですが、今度ゲームサファリっていうのがあって、ジープで早朝今度はこうジープで走って見て回ると。でちょうどこれは日が明ける、これから日が明ける前ですね、それも非常に綺麗です。はい、でこのジープでですねガンガン飛ばしていくんですが、アフリカなので、いろんな植生のですね、木とか植物があって、で、そういったのを見るだけでも結構、楽しめるかなと。はい、で、こういった、猿の大群みたいなものとかですね、シマウマとか、はい、で、途中まで、走ってちょっとやっと休憩、ここで朝食をとるという形だったんですが。このボートサファリじゃない、このゲームサファリですね、ちょっと失敗してですね、これ朝5時半ぐらいからちょっと出発すると。でこんなジープでですね走るんですけど、まずこのジープが結構飛ばすんですね。で結構飛ばすとこれ寒いんですよ。でこういった格好してる人たちも結構いるんですが、ちょっと僕なめててですね、アフリカなのでと、全く普通の半袖の軽い格好で行ったらもう寒くてですね、なんでアフリカこんな寒いんだろうと。で朝早朝でガンガン走るので風がビュービューくると、それで寒い。であとその道が悪くてですね、この道のアップダウンがすごいんですね。これガタガタで、これもうずり落ちないようにするのが必死で、寒くてずり落ちないようにする。あともう一つ、寒いんでちょっとたまたま持ったコーヒーをちょっとガブ飲みしたんですが、そうするとトイレに行きたくなってですね、寒くてずり落ちるのを我慢して、あとトイレに行きたいと。このトイレを我慢するのが結構大変でですね、ちょっと途中でもう何度運転手に言ってですね止めてもらおうと思ったんですが、さすがにねこの猛獣がいそうなところでちょっと用を足すのもちょっと大変かなと思って、なんとか我慢してやっとこの休憩点までなんとかたどり着いたので、なんとか間一髪 OK だったんですが、このゲームサファリですねにもし参加する方がいれば、まず毛布は持っていてください。これ本当寒いです。あと水分をちょっと控えめに。でトイレにですね、もし行きたくなったら、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、途中でちょっとドライバーに声かけてですね、ちょっと下ろして用を足すと。で僕も後でちょっとだいぶ反省しました、その件については。はい。でこのボートサファリもですね、ゲームサファリも非常に楽しめる面白いものでした。はい。でこのチョベのですね評価についてなんですが、まず面白いと必見度っていう意味じゃですね、動物の宝庫でなかなか見れないものが見れるので、これはかなり楽しみんじゃないかなということで、5段階評価の星4つ。はい、であとですね治安はこのボツワナっていうのがアフリカの中でもかなりこの治安のいい国で有名らしくて。ちょっと街の感じ雰囲気あった人なんかもすごくいい感じだったので、これですね5段階の星4つ、はい、であと物価はですねちょっとボツワナ全体はどうか分かんないんですが、この、チャベに関してはですねやはり観光地なのでちょっと物価高めだったのかなというふうに感じます、ですのでこれ5段階評価の星3つ。はいでこのチャベでですね、考えられるビジネスとしてはここをですね夕方前から始まるボートのサファリとであとは早朝のゲームサファリですね。でこの昼の時間がちょっと空いてるので、この昼の時間になんか動物を見に行くこのツアーを作る、でそれを販売するというのがちょっと面白いんじゃないかというふうに思いました。はいということでですね、今回は、ボツワナ共和国のチャベの紹介でした。